お疲れ様です。今日はですね、今年もね、もうすぐ終わるということで、最も、使われたカード、今年輝いたカードをね、紹介しようと思います。ということで、こちら、マージャージョーオールブレイカーの、ウッドですね。はい、ウッドがね、まあ、今も、ですし、まあ、ここ1年通してもずっと使用率高いです。はい、で今も4割から5割がもう使ってるよっていう、もう使用率バグ高ですね。まあ、そんだけ高いのも、まあ、やっぱ強くなきゃ使われないと思うんで、本当にこのクラロワというゲームにおいて、まあ、一番強いカードって何？一番まあ安定する、最初から育てておいた方がいいと言いますか、常に使えるよねっていうのは、もうウッドっていうのがちょっともうね、あのデータ上でちょっと証明されちゃってるので、皆さんもぜひね、ウッドはね、あ、そんな強いんだっけ、まあ、タルババでもほぼ同じっちゃ同じですけども、まあもうレベチでねちょっと強いので、ウッドはもう使い得だよっていう、よいしょ、よい、さあというわけで、まあマジアチオールブレイカーでねトラゲをしていこうかなと。お、これはだいぶきつそう、だいぶ削れるっすね。あ、でも相手のあのヒースピうまいっすね。でも僕はちょっと両サイ抑えなきゃいけないんで、あ、マジやばい、え、マジやばい、もう意味が分かんない、マジで耐えてほしい。さあ、まあこんなん見るとゴルネもぶっ壊れやんとはなるんですけど、まあ使用率上だとね、やっぱ持ってない人とかもいたりだとか、まあユニレベとかもね関係してくると、ウッドはね少々1レベルぐらい少なくても使えると思うんで、乾燥してなくてもね、っていうのもありの、さあ人気1です。でここはもうこんな感じで攻めちゃった。さあ2v1、このディガー相手拾えるかな。ああ、もうマジで拾われました。あ、でもこれはオールブレイク入りそうだな。2発ふいふいふい、でこちらも守ればいい。左の上で強します。はい、さあエリポン三種か、なんか三種もちょっと増えた。でウッド型とタルババがあるよねみたいな感じ。これ三重種でも守れるかな俺これどうやって守るんだろう、気合か。まあでもこれも結局ウッドがねマジ強いんですよね。うまっ。まだこれ右サイを僕は守ればいいので、主にマジやばい。左はね、左はいい、俺右だけ守りたい。守れそう、やばい、うわーめっちゃいい。でマジで、マジ右だけ、あ、これ突進共有しますよしよし、耐えろ耐えろ、やめろ、よし、オッケー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 、さ耐えて勝っていく。エリポンはねだいぶ渋い、まあディガーで壊せたらいいんですけどね、延命された時だいぶ渋いけど、いやこれ勝てるの熱いっすね。まあでも結局ウッドがね、なんかもう試合全体を通してというか、結局カード回しでも使えるし、これでもね下放されてますから今年ね、そう毎年1回あるかどうないかぐらいでウッドはね、まあ主に下方化されてますけど、一生強いね。下方されてまだ4割まあ5割近く使われてますんで、とりあえずウッドですよね。おなんかオールブレイカースケルトンから避けたっすね。さあで相手ワンチャン同じ絵まで見えるな。さあ、まあここにはバルネーが、あー、行かなくていいか。なんかもう一枚ね、位置によってはオールブレイカー追加まであるけど、うん、さあ今ちょっと当たっちゃったら痛いですね。
マジアチャオルイか、ミラテックスやんないかな。ね、ファイボ型かトルネ型とかはあるんですけどね、全く一緒なので、まあどうしようっていう。まあ一旦後ろマジアチャのもう引き抜いたもん勝ちみたいなとこありそうだけどな。マジで、いやこうなるんですよね、もうやったもん勝ちみたいな。あでもこれやべえ、マジコストがね、ウッドはね調子乗った、危ねえ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 、これもう絶対読みウッドとかまで来るんですよね。あてかあれがねえわ、ミスった、何これマジでヘッポコしてる。さあ、だとマジアチャのも居抜きゲーになるので、もうバレててもいいから居抜きます。はい、これ一発居抜けるだけで、よいしょ、だいぶでかい、もうバレてても居抜かざるを得ないんですよね。さあめちゃんこ高めボムきた、おや、さあこれはさすがにボム延命、さあ流れとしては悪くないで、許容が、D が、おスケが、これおいしい、でボムでねマジアチャしばいたら結構熱いっすね。よいしょ、だいぶ殴ればいい、ワンチャン、いやーまあヤンキーなんでね、守りたいっすね、できるだけ。お一発一発、いや入らない。さあマジで端前マジアチャで全て変わりそうっすね。さあそこは射抜かれないよと、トルネードを使ったので、さあ耐えて耐えてのお互いね、どうにかして削るしかない。いやもう無理やりゲーっすよね、もうほんま。ウィーさん、ウッド、ウッド、ウッド削りもやっていくよと。ウッドが逆に入らないときってなんだろうな。なんか高回転にはもう基本入るじゃないですか。ロイジャイ、ホグ、コカツ、クロス、あ、ぐらいかな。ホグ、コカツ、クロス、ロイジャイ。てか高回転デッキにほぼ角で入るっていう時点でやばい。重量級だとね、ヤナアメが入るパターン、まあラバのヤナアメだとか、あとはゴーレムだとタルババが入ってくるとか、うーんまあね、まあ雪玉が入って、雪玉なんかまあ大型なんかむずいね、なんか主にもうウッド、ウッドタル、ウッドか主に、本当に基本高回転はウッドっていう時点で壊れてる。頼む、残ってほしかった。さあ相手のデッキはなんだい、矢の雨、まあ、矢の雨もね僕はめっちゃ好きなんですけどね、あのバッチも
ヤナメとウッドだけレベル10で、おお、メガメイトか。ヤナメもレベル9ぐらいまで育ってるんで、ウッドヤナメは多分万能なね、相当万能な位置にいる。これも相手の甘え目がないと。ウェイ、さあ今回の相手はまあスケラ、メガナイトスケラ、これ結構見ないですね、珍しい方な気がしてる。いやナイススケ、あー、いやめんどくさそれ。ゴブ小屋のスケラ、まあ、ウッドで壊してもいいが、壊れそう、もうすぐ。いや近畿できたらマジ熱いんだけど、削れないかもしんない。山根とか、お、なんもない。さあまあでもさすがにやばい、キング起動が熱いんだけど、やばい、お前、うっ、あれ、いやめちゃんこ入ってる、やっぱ息が少なそうだな、ね、やっぱバルキン2枚咲いてるの渋いっすね。うん、さあでも回しちゃいます。いや、とりあえず下げてからの、まあ、ウッドいらないか、近畿強すぎて。さあまあこんな感じで、お、サービスマージやっちゃう、おうい。まあウッドはね、おい、スケラの受けにも強い。てかウッドだけでスケラを本当になんだ600ぐらいのダメージで抑えてるのもできるんですよ、タイミングよくね転がしても。ウッドだけとかホグ一発少なくするでしょ、なんだろうねなんか言い出すとキリがなさそうなんだけど全然思いつかない。さあまさかのガンギマラー来たっすねラム、ラムって書いてんな、あー大砲っすね。まあエレジャイ、エレジャイだな、本当に。大砲タルババは、マジエレジャイっすね。エレジャイも最近、壊れてるか、まあ、エレジャイの周りが壊れてるっていう方が正しいのかな。うん。さあ、これ無視されるのはなんか意外と嫌なので、ちょっとだけちょっかい出しよう。でまあダメージちょっと受けちゃったんですけども、エレジャイもね結局キング起動を抑えしてしまえばすごいボヤ楽になるんで、まあこのダメージ交換での近畿は熱いっすね。でウォルベガキ大砲、大砲めんどくさいっすよ。あでもこれはまあタル使ったんで。さあボンバー、まあ負け筋はゴルナイ、あーバルキリーよかったか、負け筋マジでゴルナイだけ、だけって言ったらおかしい、言い過ぎか、マジゴルナイっすね。こういうのライト来てもね、あーもう全然僕からしたらキング起動してるんでって感じかな。問題は削り切るこのタイブレイクになるので、もう攻めマジアチャでゴリゴリ行こうぜってなる。
局な全部守れはするんですよ。でマゲスシャーマジゴのライト削りすいつ攻めマジア調すんのっていう。おあれ絶対今大砲とミスったぞ。これは美味しいミスだ。あー出てきた。バルキリーで大砲壊れるぐらいに行ってあげると。マジ負け筋このゴルナイっすね。やべえゴルナイでワンパンで世界変えられてる。フェニックスかなんかがいるんですか。あそうなんすね。いやマジめっちゃ下手くそなトレーニングしてる。これは息毒これね。さあゴリゴリいっちゃって、うわめっちゃいい大砲。いやでもマジアちゃんも偉い。さあトルネ壊れ、さあマジアチャ壊れ、マジアチャが壊れです。全てが壊れ。さあこれライトも耐えれるよと。なんなら気持ちよくトルネマジアチャでシュパシュパさせてもらって、さあまあボムタワープラスのトルネが強いですね。あの公平フェニックスゴルナイボンバー厄介ですけど、ボムの爆破も使えるんでね。ボムにライト打たれます、突破されます。でもトルネで爆破に寄せてあげればほぼ全部解けますよと。ボムトルネがな鉄壁すぎるな。さあゴーレムプレイヤーっぽいのが来ましたけど、ゴーレムも結局同じっすね。大抵防衛はエレジャイとボムからの、まあ、トルネで真ん中寄せつつ、まあ、さらに攻撃残ったらオールブレイカーで逆サイドみたいな。トルネ待ってる、まあ、これかな本当に。ふぅ動画撮ってる時手が冷たすぎんな。寒すぎてちょっとタップが遅れる。あーこのまタルババ偉いな。相手マジアチキがしてる、偉すぎる。あーフェニックス曲がりすぎー。いやー強い。あーこれ近畿できないのでも渋いですね。どれに使っちゃったんだ。これエリポンあんのかな。リガやったら良くなかったかも。でもちょっとうざそう。エリポンか。あうまっトルネうまっ。あのキング起動なんか2回に1回ぐらい失敗するイメージあるな。相手の街マジアチャキーかよが意識高すぎてやばい。いやーこれさあのエリポンやばいわ。これでも結局エリポンこれ殴りに行ってもまあ一回取ってみたいなとこあるかな。近畿したい。ノーダメで勝ってるとかもうどうでもいい。ライドラ先行しねえかな。
やばい、ゴーレム全然溶けてないんだけど。まさかの、やばい、ちょっと待って、やばマジやばい。チクった、ゴーレム。あ、にゃマジ。やめて、やめて。あのね、多分バルキリー当てなきゃいけないんですよね、ゴーレムにちゃんと。無理。ゴレをゴムだけで溶かしたかったんですけど、全然溶けなかった。バルキリーボムでしっかり溶かして、光栄は適当。最近あのエリボンゴレにめっちゃ負けてる気がすんな。てかもういつも負けるとしたらあのエリボンゴレぐらいの気がしてる。いやもうフェニックスライドラーがね強いんですよね、エリボンも。エリポンも最近の大型で強えってなったらマジあのゴレだな。あのゴレか、まあエレジャイか。そうそうそう、めっちゃ強いな。なんか嫌、対戦しててすごい嫌な、厄介なね、苦手っすね。さあ C よけよく当たんな最近。遅延スケラと、なんかスケラが好きなプレイヤーで、トルネちゃん、あーマジ遅延スケラはあるな、見える。ベビドラ降ってきたらトルネマジャジャで即近畿したい。あー絶対エリジョイかエリポンゴレやんっていう。ゴレナイが強いんだよ。ゴレナイがなんかに、お、ん2ヶ月ぐらい前にあの謎バグ調整が来たわけ。めちゃくちゃタワーを優先して走りますよっていう。お、達成重い、やりすぎ。そう、なんかね戻ったんだっけ、5マスか4マスぐらいになった後に1マス狭くなったのに1マスもう1回増えたんですよね、多分。その後かな、その後かなんかに、なんかえぐい、後ろに走ってんのにもう1回前行くみたいな謎のがあったんですね。いやこれはもうゴリゴリ言っていいです。なぜならボムタワーでレジャー止まるんで。ダメな、ボムだけで終わるかな、エリジャイ。で、ボム置くと、ライトニングとかが来やすいので、ちょっと誘って。あー、ゴルネはちょっとめんどくさい。だいぶ。マジで、ゴルネが、やばい、負け筋がゴルネです。まあでも、1600までいったか。いやー、ディガーウォールブレイカーやりすぎだったかな。ウォールブレイカーだけかディガーだけでよかったっすね。いい攻め追加でしたね、光栄の。一旦飛ばしって。もうエリシア来たら全部バルキリー合わせます、一旦。溶かすためにね。盾を溶かすための、これを置いてないとさっきのゴーレムみたいなちょっと辛いことになるんで、一旦これはバルキリー出します。はい。これさえ出しとけば、もうあとは。なんとかなる。お、避けてる、避けてねえか。え、やばロケなんだけど。さあ正面がチャンクでいく。サルババ立て線全部を剥がします。一発、うわー、にゃ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 にょきーん、やべ、あ、やべ、近づけてしまった、ごめん、痛かったな。あー、まあこれ負けすしも取り残れないぞ。これ取り残れない。あ、なんか、あー、なんかスケとかなんかを剥がそうの取れるかな。あ、にょきーん、やばい、強すぎ。これあ、やばい、え、強すぎとか言って、ワンチャン、そんな、もう一回、おい、さあ、結局マジアちゃね。まあ、ウッドもね、やっぱ一回ゴルネ剥がしたりもできるんだね。おい、便利、便利、ナイスー。というわけで、マジアチョールレイカーね、めっちゃ強いです。まあ、ローリングウッドが今日はまあメインなので、まあ、ぜひね、タルババを使ってる方とか、まあ、ウッドあんま使ったことないよって方も、ぜひね、ウッドめっちゃ強いです。やってみてください。では、大塚ちゃんでーす。